ンタ、ここにいたのか。魔王様登場が早すぎます。よし、やる気出てきた。そのやる気俺は不安です。だから苦労してるな。これ以上腹すかせたらこいつはキノコでもためらいなく生で食うぞ。こんにちは、ナランナーと申します。はい、2ターンほどブンちゃんいなかったんですが、その間に噂は発生せず、さらに戻ってきた今も、もともと噂を教えてくれた2人はもう噂やめてますね。これ下手したら初めからやり直すパターンだな。嫌な予感はしますが続けましょう。マリさん。ああ、お前か。なんだよ。どうした？ああ、まあこの顔はなかったよな、食べ物が。うん、君の対策のためにこの辺は一通り食べ物隠しているんだろうな。元気ないですね。しょうがねえだろ、エネルギーが足りねえんだよ。ここに来た時点で食事探しに来てたんだろうな。エネルギーって食事ですか？でもこんなにへこんじゃうぐらいならなんか食べさせてあげたいな。他に何があるってんだよ。めちゃめちゃ不機嫌。ぐずっているな。なんとかしてあげたいのはやまやまなんですけど。なんかちょっとご機嫌よくなる食べ物とかない？腹減った。そんなに？この時間にお腹が空いたらちょっと夜とか辛いやろな、かわいそうに。さすがになんかちょっとあげたいな。何情けねえ声出してやがる。ちょっとこのまま放置したら夜泣きする可能性すらあるよ。おお、いいとこに来た。後べよ、飯の量なんとかなんねえのか。なるほど、この2日ぐらいちょっとそのことで悩んでたぐらいご飯が少なかったよな。それはさすがにかわいそう。足りねえってのか。人と食べる量が違うんでね。当然だろ。当然かどうかわからないけど。文句なら瑞希にいな。食事の量を決めてるのは瑞希だ。なるほど。よし、言ってやる。瑞希はどこだ。こんなハングリーでアングリーな人間を説明せずに瑞希に丸投げするの？あと、そこはさすがにフォローか説明をしてあげて。ちょっと待ってくださいよ、マリーさん。あとべ、ただでさ、海側揉め事が多いんだから、これ以上火種を増やすな。おい。何ですか、一体。もういきなり問い詰めに来たんやな。瑞希がさすがにかわいそう。飯だよ、飯。いくらなんでもあの量は少なすぎだろ。かわいそう。何を言っているんですか。一日の消費カロリーを厳密に計算して算出した量ですよ。言いたいことはわかるけど、普段からよく食べてる人にとっては、辛いんだろうな。育ち盛りやしね。計算なんざどうでもいいんだよ。現に腹減って死にそうなんだぜ。今ちょっとお腹が空いて気が立ってるんです。そんなに食べたいのならその分自分で取ってください。なるほど。これが勝手にキノコ探しに行ったり、笹探しに行っていきなり口に入れてしまった原因だな。こいつを飢餓状態にするな。何でも食べやすぞ。いいんだな。よくないよ。おい、瑞希、適当なこと言うな。こいつは放置したらいけないし、勝手にやらせたらいけないんだよ。何でもお口に入れちゃうやで。どうぞご自由に。ただし作業時間以外でお願いしますよ。お互い引かないな。食事の量が足りないは立派な意見だから、突っぱねたらかわいそうだと思うけどな。しかも相手はエンジやで、瑞希。よし、取ってやるぜ。燃えてるな、マリさん。せやな、こりゃさらに目が離せなくなったな。取ったら料理してくれよな。料理するという発想はあるのか。
とこれ以上腹すかせたらこいつはキノコでもためらいなく生で食うぞ。構いませんけど、まあ、もちろん料理するよ。見た目はともかく味は美味しくするから、絶対に俺を一度経由してから口に入れてね。俺の手の届かない範囲で拾い食いだけはしないでくれよ。よーし、やる気出てきた。そのやる気、俺は不安です。まあ、君の安全を守りきれるんだろうか。この笑顔守っていかなきゃね。おお、あ、文ちゃんがいないタイミングで再び噂を話し始めてくれました。まあ、とりあえず先に出てきたジャッカルから行こうかな。えい、ガバラさん。ん、ああ、なんだ。あははは、噂聞きに来ました。マリーさんの得意技教えてください。魚の名前で調理方法を瞬時に言えることで。文太の得意技、責任を俺に押し付けることだ。あ、それもあったね。あ、いえ、そうじゃなくてテニスのことなんですけど。あ、そんな手広く言ったらそれが一番初めに出てくるよ。ジャッカルの死活問題なんやから。テニスでも同じだ。ああ、そうやね。じゃから苦労してるな。ああ、その、そういうのじゃなくてですね。ああ、だから、もう、ジャッカルにその質問の仕方は、もう自分の身に降りかかってることだから真っ先に言うよ。冗談だって。あいつはボレーが得意だからな。特に鉄柱当てなんか、絶妙のコントロールだぜ。はははは、せやな。鉄柱当て、お、鉄柱当てってことは他の技とかも出てくるかな。テニスコートのネットを張ってる鉄柱があるだろ、あれに当てて相手のコートに入れるんだよ。とんでもない妙技だよね。それはまたすごいですね。だろ、あの技はあいつにしかできねえんじゃねえかな。すごい技だよな。マルイさん。おう、なんか用か。いつでも用はあるよ。異界の人たちって海側と山が2グループに分かれましたよね。ああ、そうだな。性格の人たちみたいに一緒じゃないのかなって。確かに学校それぞれいろいろあんだよ。まあ学校内の部活の活動的な話だったらまとまってた方がスムーズだけど、交流って考えたら別れるのありだよな。まあ理解はそれだけじゃないやろけど。はあ、サラダが桐原の首根っこ捕まえて山側へ行ったろ。はい、だから俺は海側にしたんだ。なるほど、面倒ごとの匂いがしたと。正解やね。そうですよね、砂田さんはちょっとおっかない感じの人ですもんね。どっちかっていうと真田を怒らせてる人の方に問題があるんだけどね。だろ。あ、君が山側に行ったら真田の負担が増えそうやね。それに比べたら雪村さんってとても優しそうですもんね。そうやね、とても優しそうだよね、文ちゃん。よかったね、海側で。文ちゃんとっても嬉しそう。どうしたんですか、マリーさん。なんか余計なこと言ったらやってくるぞ。雪村は、聞かせて。さあ、早く口走れ。もう出てくるぞ。文太、ここにいたのか。魔王様登場が早すぎます。あと少しで現地取れたの。雪村。あ、危ないところだったな。口を滑らせればよかったのに。行きたかったよ、文ちゃん。今からでもどう？雪村は何なんだい？
こんばんは、ゆきむらさん。今ちょうど文ちゃんがゆきむらの話をしようとしてたところなんよ。文ちゃん、続き聞かせて。こんばんは。ちょっと文太に話があるんだけど、いいかな？文ちゃんもゆきむらに話があるみたい。お二人ともどうぞ。はい。はい。はい。明日の朝練の打ち合わせをしたいんだ。源一郎にその旨連絡をしておいてくれないか。明日の朝練の打ち合わせをするってことは、今この時間にあの文ちゃんに夜の山に行けと。なるほど。うん。かわいそう。それはさすがにかわいそうだよ。じゃあ失礼したね。あは、今の魔王様のお言葉の中にはダッシュで山へ行ってこいという意味が込められています。やっぱり雪村さんって優しい人ですよね。ああ、空腹で山にダッシュ、かわいそうに。知らねえってのは幸せだよな。お前な、しかもあんな曖昧な伝言じゃ1億じゃ済まないかも。ぶちゃ、ここから何度山に登るんかな。ああ、苦労してるんやな。お？ああ、そうだ、桑原さんに聞いたんですけど、マリさん、鉄柱当たった特技持ってるんですよね。おう、持ってるぜ。あんなところに当てて、しかも相手コートに入れちゃうなんてすごいです。せやな、妙義だよな。その程度で感心してもらっちゃ困るぜ。え？相手コートに入れるだけじゃねえんだ。ライン上に落としたり、相手の頭上を越えさせたり。すごいよな。ほんと、マジックのようだよな。そういったコントロールもできんだぜ。わ、そこまでいくと神業ですね。せやな。おお、天才的だろ。天才的やで。さすがやね。じゃあ急いで山登ってきて、ダッシュだぞ。お、これは。文ちゃんと次郎が話をしてます。行こう。マリさんが何話してるのかな。とまあ、こんな感じで狙うわけだ。わかったか。文ちゃんのボレーヤー講座かな。素晴らしい、かっちょいい。もう次郎がテンション爆上がりですよ。ああ、天才的だろ。うん、すごいよ。やっぱりあのボレーはなかなか真似できないよ。もう次郎がとっても嬉しそう。謙遜すんな。お前だってなかなかいいセンスしてるぜ。そう？そう言ってもらえると嬉しいな。いや、俺にはこんな顔向けてくれたこと一度たりともないからね、次郎は。二人とも楽しそうですね。何の話ですか？おお、いや、テニスの話でな。俺、丸井くんのボレーテクニックを尊敬してるんだよ。ジロは興味がある話の時はもうテンション上がって目も開くからね。普段ずっと寝てるけど。まあ俺もちょっと驚いてるんだろうな。誰ってちょっと思ってるんだろうな。ジロだよ。ま、芥川も素質はあるんだからよ。頑張れよな。むちゃいつも以上に自信に満ちた感じやな。次郎の素直なリスペクトの姿勢が嬉しいんだろうな。この後山にダッシュで登るから、今のうちにたくさん褒めてあげて。うん、声楽の藤田ももう一度戦いたいしね。山側の藤さんですか。
あいつもすげえから。いやね、それはちょうど前回の週でいろいろ見させてもらったよ。確かにな、あいつ目が見えねえ状態で赤谷に勝っちまったからな。らしいね、俺は見てなかったけど。なんだ、お前また寝てたのか。寝てたんだろうな。ああ、寝過ごしちゃってね。まあそうだろうな、君は。しょうがねえやつだな。まあ、何にしても全国じゃ声楽の連中にきっちりとリベンジしてやらねえとな。北川さんとマリーさんってライバルなんですか。おー、違うよ、俺が一方的に尊敬してるだけ。うん、まあなんかそういう感じだよな。なことはねえだろ、お前だって成長してるぜ。ははありがとう。いや、こんなに元気ではつらつとしたジロはなかなか見られないからね。全国で当たるようなことがあったら決着つけようぜ。おー、だからぶちゃちって余裕の発言。そうだね。もうなんかジロは胸をお借りしますか。なんか師匠と弟子みたいな関係やね。なんかライバルっていうより兄弟みたいね、この二人。確かにそうやね。これはジローの方のキーワードか。文ちゃんの方もあると。おお、なるほど。どっちに話しかけても両方同じだけ上がると。いいね。今日の夜も小日向ちゃんと恋バナが始まりました。とりあえず文ちゃんに手を出さないでということを大事なことなので2回伝えようと思います。絶対手出せないでね、マジで。だからマリーさんの方、手出さないでね。なんだ、昨日の話の続き。大事なことやから2回言いました。なんだとは何よ、こっちは真剣なの。俺は真剣なんだから。小日向ちゃんの遊びと違うんやから。はいはい、それで何が困ってるの。まあこれは多分ジャッカルって言ってくるやろうな。じゃあ仲がいい人は誰なの。桑原さんじゃない。まあそうだろうな。それは分かってるし、もう噂は手に入れたいよ。まあでもジャッカルならまだ持ってる可能性あるけどな。テニスの下が空いている、ここが多分雪村の噂かな。で、それ以外に残り3つと。明日あたりちょっと雪村がもう一度噂をしてくれればいいんですが、ちょっと心配。今回もエンディングは告白されたエンドとされてないエンド、それぞれ見ようと思ってるので、その時に万が一この中で取れてない噂あったら、ちょっと取りに行くようにはしたいと思ってるんですけど、あまりにも序盤の噂だと、かなり先まで戻んなきゃいけないんでね、できるだけ序盤の噂を取っていきたい。そして今回はちょっと食べ物を自分で調達するという宣言をするっていう、ちょっと今までと違う展開が生まれてるんですわ。もしかして文ちゃん独自ルートに走り出したりしないよね。まあまあそれはそれで面白いので、もうちょっとこの園児の動向を見守りましょう。では、次回もよろしくお願いします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。この人と一卒取れるのかな。カウカウや。自己紹介をしてる時は滑ってましたよ。入学初日にヤンキーに絡まれますね。ほら早速かくれんぼやめたぞ。早速生徒一人間引こうとしてます。おっさんが漏れ出てたわよ、カレンちゃん。
全然策が違う。笑ってないで返してやれよ。先生一人ぼっちだよ。